はい、どうもこんばんは、レディオサンスです。よろしくお願いいたします。ということで、はい、神奈川県でですね、を中心に全国的に活動しておりますレディオサンスです。ツイキャスライブは、毎月第1、第3水曜日に主にやってるんですけども、増えたりとか減ったりとかすることがありますので、もしね、今日初めて見る方、いらっしゃいましたら、ぜひ、レディオサンスのメンバーのツイッターをフォローしていただいたりとか、あとはツイキャスだったらば、サポートしていただいたりとか、あとは、レディオサンスのオフィシャル LINE なんかがあったりとかですね、メルマガがあったりとか、オフィシャルホームページがあったりしますので、よかったらまた見に来ていただけたらいいなと思います。今日も最後まで楽しみましょうね。さあ、ツイキャスライブはですね、基本的に、無料でこうインターネットでね公開してるんですけれども、毎回、開催サポーターの方の、ご支援によってライフをやらせていただいております。詳しくは、YouTube だったら動画の下とかに、詳細がありますので、見ていただけたらいいなと思います。レディオサンス の, あのショップでね、ご支援できるようになってますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のライブを、開催するサポートをしてくれているツイキャスサポーターの方を、今日も紹介していこうと思います。レディオがいるから幸せです。大好きちーちゃんさん、毎週会えるのを楽しみに待っています。みやさん、いつもありがとうございます。けいこさん、りょうじさん、さこちゃん、毎週会えるから寂しくないよ。じずさん、会いたーい、かっこ海に向かって叫ぶ感じ。はるるさん、そしてエミリーさん、アールコハニコさん、さやさん、大好きなようちゃんさん、ルドルフさん、かよちゃんさん、てこさん、ゆずさん、桜色さん、鶴岡のみーちゃんさん、の方のご支援によって今日もお届けさせていただきます。ありがとうございます。それでは今日も画面の向こうの皆さんのですね、出席取っていこうと思います。せっかくなんで、サポーターさんありがとうということでね、ありがとうとかありがとうございますとかって、言って始めましょうか。そういうちょっとハッピーなポジティブな言葉で始めようと思います。それでは出席取りますんでいきますよ。サポーターの皆さん、今日もありがとうございます。楽しみます。それでは出席スタート。ルドルフ、クー、スープ、ノン、ウル、アミル、サヨリ、エミ、私、カヨちゃん、ケイ、ユリンコ、ジュンコ、ピンクブタ、ペトママ、ネコジマ、キハラ、トークベリー、カモミール、ミント、ミホ、リープリンセス、ミア、ファルコン、マサ、あ、ごめん、チャーチュン、ヒロ、シオリ、アケコ、チーちゃん、サトサチ、ミキティ、忘れなぐさ、ハル、ミサミサ、マーポン、ヒマワリ、ショコ、ヒッポ、カオリ、ナオミ、カホ、リホ、リコ、マツマツ、ユー、エツヒョン、チーズ、ユーコ、カエちゃん、エミリー、トムカ、シーちゃん、カオちゃん、プーさん、フミオ、ローリー、モカ、ジュンコ、カズ、イシー、チャオ、クローバー、ユース、田中誠、マイ、子供でどうでしょう、リコ、マナナユー、子供でどうでしょう、アルコハニコ、ケイコ、子供でどうでしょう、ありがとうございます、キララユー。それでは最後までよろしくね、ノイコーテコー、いきましょう。Rainy days 断ち切れず
にでいすたそがれの部屋はレイニーデイズ特別の人は胸に生きてレイニーデイズ合鍵を回すそばこのかけらをこの風に乗せて
ということで、レディオサンスの、メジャーファーストミニアルバム、洋楽日本語歌詞カバーで、レディオサンスカバーミニアルバムでね、一番最初に音楽の世界にこうレディオサンスですとこう言ったわけですけど、そのアルバムのリード曲だった。そして、僕たちが初めてインディーズで出したシングルもこの雨音はショパンの調べという、名曲でございました。そして、すごい久しぶり、ちょっと暖かくなると思い出したようにやりたくなる、もうファーストだから僕たちのオリジナルのファーストアルバム、アンブレラというアルバムからマーブルでございました。ありがとうございます。ものすごい早かったけど ね、 ね、忘れちゃっててね。いや本当盛り上がりたい気持ちがねかなり ね皆さん走ってしまいました。音源、はい、音源もぜひっていうことですね、はいはい。まあ、レディセンスサブスク、各社サブスクにオリジナル曲も入ってますし、あと今日からね、2020年5月の20日から、新曲、世界に一つのライフという、世界にだっけ世界にいやね世界にだね世界に一つのライフというですね、曲も配信になったばっかりですので、まあ、サブスクよかったら、レディセンスの曲ね全部おすすめの心を込めて作った曲なので聴いていただけたら嬉しいなと思います。最近はツイキャスで、いろんな昔の曲とか普段やらない曲もたくさんやってますので、あとはねツイキャスの履歴とか YouTube もたくさん見てもらえたらいいなと思います。それではそんなたくさん、曲がある中でですね、お客さんに向けて作った曲が1曲あります。その曲を今日は、続いて歌おうかなと思います。それでは聴いてください。十二星座。ねえ、あの日のこと今も覚えてる。小さいが寄り添い咲いてた。ああ数えきれない物語と出会い、僕も少しくらい優しく慣れたかな。心のままには歩きづらい世界で、幼い夢を一緒に信じた。雨上がりの
イチョウを並木で話した初雪もやがて積もり溶けてく絞りを挟んだ記憶のページで今でも君の レディオサイエンスがね、いろんな、ラブソングがあったりとか、誰かの背中を押したいと思って作った曲があったりとかする中で、もう明確にこの十二星座という曲はレディオサイエンスを支えてくれている、今日も画面の向こうで、応援してくれているお客さんに向けて、あなたに向けて作った曲です。ライブを見た回数とか、いつファンになったとか、もしかしたらこの今ファンになった人もいるかもしれないし、もうそのデビュー前から支えてくれてる人も、全て時間も距離も関係なく、全ての画面の向こうのあなたに向かって応援してくれるあなたに向かって歌っている曲です。十二星座
ありがとうございました。こちらの曲はファーストアルバム、今日ファーストアルバムの曲多いね。多いですね。まあね、なんかね、こう今最近まあ日本のね、いろんな状況がある中で毎週やってるじゃないですか。あのね、一曲も被らせてないんですよ。歴史を感じますね。そうそうそう、歴史を感じていただいて、一曲も被らせてないので、うん、最近のツイキャスは毎回思いっきり楽しめると思うから。そっか、通りでしんどいと思ったら一曲も被ってなかったんだ。一曲も被らせてないんですよ。あれ、なんか久しぶり、もう1ヶ月以上、もうずっとよ1ヶ月半ぐらいか、被ってないんですよ、そっか、曲が。だから、なるほど。そう、だから YouTube に載るようになったんですよね、最近。そうですね。このツイキャス開催サポーターというのをですね、うん、募集し始めてから YouTube に載るようになったんですけど、そっからはね、被ってないんですよ。おー、なるほど、はい、だからきついんだねさあ、次も被っていないまあね、本当はもうちょっと後になってからやろうかなと思ってたんですけど、やりたくなっちゃったので、ね、今日はこの曲もお届けしようと思います。6月のレインという曲です。聴いてください。街灯に白く霞む憧れてたドレスの君を浮かべかけて閉めた。悲しくなんてない、それなのになぜ6月のレイン、雨が冷たくは季節に君を6月のレイン。
ありがとうございます。6月のレインいいですね。なんかこう作った時より、こう年を重ねるほどなんか気持ちのこもる歌ですよね。これを作ったのはもう10年、かなり昔ですね。10年以上前ですよ多分。そう、え、俺大学の時作ったわけじゃないか。大学卒業したぐらいか。卒業してちょっとぐらいだね、うんうん、違う？いや、本当にそう、そうだよね、うん、多分ね10年以上前、はい、いやなんかね、そう作った時期とか関係なくしっくりくる時期ってあるんですよね。その作ったのが例えばもう極端なこと言うと高校生の時に作ったけど、20代30代になって初めてシングルになったりする曲とかあるわけですよ。小袋の桜とか、スーパーフライの愛を込めて花束をとか、あれ高校生の時の曲とかですからね。なんかこうその時のなんか自分に合う曲っていうのがね、こう突然自分の昔に作った曲が CD になる日が来たり、なんかそう思うと音楽っていいですね。なんかこう自分の歩いてきた道がいつか花開いたりする瞬間がねあるから、はい、なんちゃって。ではあ、でもねこのね次の曲、モーニング娘。のラブマシーンですけども、この曲もシャランキューでボツになった曲だって知ってる？あ、知ってる、ね、知ってる。シャランキューでボツになった曲がモーニング娘。の時代を代表する曲になるっていう、これもまたちょっといいでしょ。いいねいいね。さあそれではいきましょうか。ラブマシーン、ワン、ツー、スリー、ブレイク。じゃないか。
決めがあったんだな。え？決めがあったんだな。いやいやいや。わ、ちょっとミスったな。ってやっちゃった。さあ、ということで楽しい音楽の時間も次の曲で最後の一曲になってしまいました。寂しい。最近はたくさんやらせていただいているこのツイキャスライブですけれども、これからね、いろんなとこに、レーザーセンス歌いに行きます。ワンマンライブもあるし、ホールでのワンマンライブとかもあるし、ライブハウスもあるし、ショッピングモールとかフリルライブもあるし、もしかしたらストリートライブなんかもね、やるかも知れないしね、わかんないけど また音楽の下で会えるのを楽しみにしております。はい、それでは、今日一番伝えたい大事なことは、2020年5月20日レジェスタンスの新曲世界に一つのライフが配信になりましたということでございます。いろんな曲歌ってきましたが、よかったら、新しい曲もね、毎回一番新しい曲が最強だと思って出してるんで、ただ昔の曲歌うと、あ、昔の自分やるなとは思うけどでも常に最新作が最高だと思って、リリースしておりますので、ぜひね、新曲聴いていただきたいなと思います。最後に、アコースティックではありますが新曲をですね、今日はお届けしようと思います。YouTube とかライブ履歴に載るので、歌詞とかね、メロディーとか覚えて一緒に歌える日を楽しみにしております。それでは世界に一つのライフ、
揃って目覚めがいいね。せっかくの休みっていつもなぜだろうって笑い合って、昨日のスープ温め直すね。え幸せに見えるよりもね、え幸せ噛み締めて日々を過ごしたい。世界に一つのライフ、君をずっと愛してるから、もう涙の数だけ強くなれなくたっていいんだ。少しずつで僕は君と歩いていたい。世界に一つのライフ、君をずっと愛してるから、もう痛みの数だけ優しくなれなくたっていいんだ。ありのままで僕は君と手をつなぎたい。信じていて君は一緒の美しい人だ。誰にだって喜びとそれぞれの悲しみがある。救うなんてできないけど、お皿は僕が洗っておくよ。ねえ幸せなんてスプーンでねえ救えるぐらいでいい。君と夜を越えたい。信じていて今日という日も素晴らしい日だ。変わらない変わらない、失敗して間違い、誰かに笑われたとしても、移ろいゆく時の中抱きしめた愛の歌。ということで新曲世界に一つのライフをお届けしました。よかったらいろんなとこで聴いてみてください。ということで、すげえ楽しい夜でございました。無料で開催させていただいております。ツイキャスライブでございますが、ツイキャス開催サポーターの方の、ご支援によって今日も開催させていただきました。そして画面を彩ってくれたいろんなキャラクター、お花、アイテムありがとうございました。開催サポーターの方の力でライブを開催して、そしてこの開催したライブをいろんなアイテムでいろんな人に届ける、そんなねすごいいろんな人の愛を感じる、今日も夜でした。最後に、ツイキャスサポーターの方をもう一度紹介したいと思います。レディオがいるから幸せです。大好きちーちゃんさん、毎週会えるのを
楽しみに待ってます。みやさん、いつもありがとうございます。けいこさん、りょういちさん、さこちゃん、毎週会えるから寂しくないよ。ちずさん、会いたい、かっこ海に向かって叫ぶ感じで。はるるさん、そしてエミリーさん、アールコハニコさん、さやさん、大好きなようちゃんさん、ルドルフさん、かよちゃんさん、てこさん、ゆずさん、さくらいろさん、鶴岡のみーちゃんさんの方のご支援によって今日もライブをさせていただきました。ありがとうございました。もし、これからどんなペースでね、インターネットライブをやっていくかはちょっと分かんないんですけど、ご支援いただける方はよかったらレディオサイエンス の、 オフィシャルホームページ、YouTube だったら下の動画概要欄を見ていただけたらいいなと思います。それでは最後の最後の最後に、今日のライブを一緒に楽しんでくれたあなたが画面の向こうにいたから、僕たちも心を込めて歌いました。お客さん、あなたの名前を最後に言って呼んで終わりにしたいと思います。それでは、やっぱこの言葉が好きなんです。幸せという言葉が好きなので、ぜひ口から出した瞬間に増えるらしいです、幸せは。だからこの言葉で終わりにしましょう。レディオサンス、2人ともめちゃめちゃ幸せでしたけれども、あなたは幸せでしたか。セイコ、ローリー、エミリー、ナツ、チャオ、ウォー、ひまわり、ナオミ、ユリンコ、チャーチュン、ショコ、チーズ、ハルカチ、カオチャ、カモミール、カズ、すごいね、カオル、カズエ、アミル、スズラン、ヒロミ、ウル、チー、ヒーちゃん、ユリンコ、エツヨ、ユキ、サチ、佐藤康子、マイ、サユリ、リコ、ツロコのミーちゃん、ミヤ、ヒッポ、うわー、ユウ、ウルフ、ノミチゴ、加藤誠、加藤じゃないや田中誠、ユッキ、渡辺のりこ、私、ユウコ、モカ、ちーちゃん、れいちゃん、はる、ゆず、あけこ、さとさち、はるる、おとしお、さや、しおり、みんと、みプリンセス、みさみさスプ、ピンクブタ、みー、すみれいろ、かえちゃん、ハッピー、しおり、さとさち、のん、いっし、ねこじま、まーぽん、あるこはにこ、こんなもんでどうでしょう、クローバー、ペペ、キラ、こんなもんでどうでしょう、プーさん、ケントバーバー、キハラ、こんなもんでしょう、ともか、それでは、これで、今日もね、ありがとう。また音楽の下で会えるのを楽しみにしております。レディオサンス。